味のパッタイを白滝でヘルシーに作りました。白滝は下茹でし炒めることで臭みも消え味がなじみます。調味料を合わせておくと味のムラがなくなります。ライムをたくさん絞って召し上がれ。本格チャプチェも白滝で作って紹介しています。ご覧ください。いつもいいねコメントありがとうございます。お料理のリクエストご意見ございましたらコメントお願いします。これからも秘密のレシピご紹介していきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。タロンド M クッキングをご覧いただきありがとうございました。